はい、どうも、皆さん、こんばんは。ワドです。2017年12月の31日、大晦日ですね。夜中の、2時35分です。あと24時間で、年が明けますな。お疲れ様でーす。皆さん、1年どんな年でした？楽しかったっすか？ なんかパソコンの整理をしたりとか YouTube の編集とかやってました。なんかね、さっきね、途中で枠がブツッと落ちちゃってパツッと切れちゃったんだよね。何だったんだろう。なんかサーバーの調子が悪かったのか何なのか分かんないけど、なんか映像落ちちゃいましたね。まあ、まったりやっていきましょう。おい、カメさん、風船ありがとう。いつもありがとね、カメさん。来年もよろしく。おい、ともさん、ハートありがとう。いらっしゃい。おー、つくびさんいらっしゃい。ありがとう。今年もあと一日頑張ろう。そして楽しもう。いいね。ありがとう。一緒に楽しみましょう。楽しませてくれ。一緒に楽しもうよ。一緒に楽しもう。もてなすのはちょっと苦手かもしれないけど。一緒に遊ぼう。何の話しようか。1年でも振り返る。1年でも、今年こんなことありました。とつまちやろうか。じゃあ、今年こんなことありました。とつまちやろう。よいしょ。とつまち、今年はこんなことがありましたと。じゃあ、とつまちやります。荒野がやばい。はこんなことがありましたと。じゃあ、とつまちやります。
あいつに絡まれてる。誰？あー、ごめん、 NG ワードです。 NG ワードです。申し訳ないね。バリカンどこやったんだろうな。結局バリカン出てこなかったな。ヒゲが永遠と伸び続けるよ、このままだと。初見さんいらっしゃい。確定申告さん、風船ありがとう。楽しんでってください。そんなことより原型見せろ。シルバーの、シルバーの原型まだできてないよ。しぶきさん、まだ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 先だよ。初見さんいらっしゃい、うん、今こんな感じだね、原型は。あ、間違えた。こんな感じ。まだまだ全然できてないよ。うん。多分ね、まだまだかかるよ。時間。まだまだかかる。捨て頃までに間に合ったらいいなぁとは思ってるけどね。物ができたらいいなぁとは思ってるけど。お、ピコーンって。YouTube で拝見しましたが、ポイントの課税問題について実際ふわっちにしたポイント使用時に課税とのことです。あ、あのね、別のリスナーさんからも来た。なんか俺の見解で合ってたでしょ。うん、俺の見解で合ってたでしょ。うん、ふわっちに別の人が問い合わせて、課金を、要は数、あのね、使用者、要はアマゾンギフトとかに変えたりとか現金に変えた時点で、課税対象っていうことで、俺も報告受けてます、他の人から。イエスだったよね、合ってたよね。まあまあ普通に考えて税金、そのやったことある人だったら分かるはずなんだけどね。うん、ありがとう、確定申告さん。
じゃないと、お金がぐちゃぐちゃになっちゃうはずだから、現金化してないものに対して課税をかけるっていうことは、この国の法律でやってないはずなんだよね。ただ、生活保護の専門家に伺ったら、生活保護に関しては、申告対象だって言ってたね。この前ね、生活保護のケースワーカー歴11年の人と対談したんですよ。もしよかったら、僕のツイッターとか YouTube 見てもらえれば、生活保護完全マニュアルっていう動画をやってるので、もし興味のある人は見てください。だよね。普通に考えてそうだわな。鮫島さんの税務署の聞き方だと、ポイント獲得時で課税と言われてる感じがしました。多分聞き方も問題だと思うよ。だし、現場の税務署員とかよく分かってない人とかもいるから。まだね、法が間に合ってないんだよ。法整備が間に合ってないから、もう解釈の問題だから、これは。まあ、これから法整備されるんだろうけど、ビットコインの時みたくね。ありがとうございます。教えていただいて。まあ、でも、そうなるよ。通常の判断だよね。和道さんはきちんとお答えしてくれますが、他の配信者様は確定申告関連の話をするとスルーされますね。でも普通一般社会だと、まあみんな黙るわな。喋れば喋るほど不利になるわけじゃん。晒す必要がないから、自分の収入であったりとか、その税金いくら払ったっていうの。だからまあ今後だんまり決め込む人が増えてくると思うよ。実際だし、喋れば喋るほどさ、アンチに、なんつうの、ネタを撒くようなもんじゃん。通報してくださいって言ってるのとイコールだから、ある程度有名になっちゃうと。だから俺もあんまり喋りたくないもんね、今後は。俺も最近収入言ってないし、今月いくら稼いだとか。なんか結局なんつうの、アンチが、お前やってないだろうっつって、やってたとしてもね、やってないだろうって言ってきて、やったよって証拠見せても、じゃあ今度は、
それ脱税だとか、もうループじゃん、ずっと。で、俺の考えだと、税金っていうのは別にちゃんと払ってる、一人一人がちゃんと払ってれば別に何の問題もないことだと思ってるから。だってどの商売でもそうだけどさ、税金払ってるか払ってないかをその周りの人に公言しながら生きていかないといけないっていうルールはないわけでしょ。うん、そう。だからまあ普通に淡々と税金を納めてれば俺はそれで問題ないと思うよ、俺はね。うん、俺はそれでいいんじゃないかなっていう。何か別に無理してその晒してネタにしていかないといけないっていうのはよくわかんない、ね。うん、うん、パトラッシュさんからいらっしゃい、楽しんでってください。うん、確定申告さんいらっしゃい。ああ、確定申告さん風船ありがとう。いらっしゃいじゃないね。うん、この風船はポイントになるのですか？ですね、10個で4ポイント、4円になりますね。うん。10個を投げていただけると1個 0.4 円なんで、10個で確か4円かな。5個で2円だか忘れちゃったけど、お金になりますよ、僕の。うん。なります、なります。うん、もちろんなりますよ。今確定申告さんが風船10個投げてくれたんで、今4円入りましたね。うん、
ありがとう、ありがとう。ぜひぜひフォローしてください。よろしくお願いします。また見に来てください。お疲れ様です。おお、50個もありがとう。アイテムありがとう。お疲れ様です。鳥元気だよ。元気元気。今寝てる。元気だよ。もう大人になったかな、生え変わって。綺麗な色してるけど。ロコさんと連絡取ってるよ。いまだに。取ってる取ってる。
安次郎さん、風船ありがとう。ありがとうございます。体調ね、最近ね、肩こりがひどい。ただそれ以外はいいよ。運動不足だね。肩がカッチカチだね。肩と首がすごい凝るようになってるから、捨て頃までにこう直さないと。捨て頃までに。まあ、風邪とかは引いてないよ。頑張ります。ありがとうございます。次はね、KO で勝てるようにやるんで。頑張ります。得意技何なんだろう。キックボクシングだったらインローが結構よく使ってましたね。インローって言って、左足の前足で相手の左足を弾くように蹴るんですけど、ヒカルくんのリスナーさんから教えてもらったんですよ。インローはよく使いますね、僕は。でも今回ボクシングルールだから、何だろう、得意なパンチはないっすね。ガードが高いです。ガードをここにしっかりやってるんで、必殺技とかないよ、多分格闘技の世界に。でもね、さっきドレさんが電話かけてきてくれて、フックなんじゃないかって言ってたね。いや、カウンターは狙えないです。目悪いんで。僕はもう完全なファイタースタイルですね。カウンターは下手です。ていうか一回も成功したことない。カウンター打つタイプじゃない、ガンガン攻める派です。それしか芸がないですね。ガンガン打つのは見てる方は楽しみですね。前回のね、スゴロだと全然逃げ腰になっちゃったんだけど、今回ファイトスタイルだいぶ改良してるんで、楽しみにしていてください。だいぶ自信ついたっていうか、なんかこう
自分のやりたいスタイルが見つかったんで、あとは練習するのみっすね。前はその何やっていいか全然わかんなかったんだけど、今回はそのやりたいスタイルっていうのがもう完全に見えてるんで、あとはその体力とかスピードとかタイミングとかを自分の中でどれくらい合わせていくかっていう作業だと思うんで。自信がついたっていうよりも、なんかこう、ただやらされてるだけとか、分からずやってる感じじゃなくて、明確に見えてるかな。こうやったら多分うまくいくっていう。で、これをやったらダメっていう。そういうのがありますね。だんだん分かってきた。あ、ありがとうございます。現場に来るんですか？安次郎さん。お会いできるの楽しみにしてます。多分捨て頃のイベントが終わった後ぐらいに、会場に少し触れ合う時間が10分、20分ぐらいあるはずなんで、もし見かけたら声かけてください。走ってこようかな、今から。了解です。おー、リカちゃん久しぶりだね。こんばんは。久しぶりー。腕太くなってないよ、全然。むしろ、全然、ダメになっちゃったね。もっと太かったよ。太くない、全然。前の方が太かったよ。柔らかくなっちゃった。痩せた？今ね、リバウンドしてるんだよね。だいぶ絞ったんだけど、それでも痩せてるかな。ちょっとむっちりしてきたんだよね、最近。ちょっとやばいなと思って。痩せた？そうかな。自分じゃ分かんないんだよね。リカちゃん久しぶりだね。さっきね、リカちゃん最近来ないなと思って、ちょうど考えてたんだよね、本当に。なんかペコと釈迦見てたら、あ、リカちゃん来ないなと思って。忙しかった、最近は。あ、いえいえいえ。文章見せなくなったからかなとか思ったり、いろいろ考えてたんだよね。時間帯とか合わなかったのかな。でもこれからだよ。来年の頭からがっつりやるから、半年間。
楽しみにしといて。あ、ペコ男の子。もう、あれですよ、グゼリが始まってます。ただね、自分の名前呼ばれても返事しないしね、ちょっと頭悪い。釈迦と比べると。男の子だけど。でもね、ダメ。釈迦とも毎日喧嘩してる。困った、困った。もう、ギャーって殺し合いだよ。パートナーにはならなそうだね。そう。もう、釈迦が大嫌いで、ペコは釈迦のこと大好きで追っかけ回してて、で、喧嘩。ちょっと残念なんだけどね。そうなんだよ。ペコはね、パワー系池沼。でもね、体ががっしりしててね、シナモン文鳥だから、すごい綺麗なんだよね。手の甲？え、フックってこうやって打つんじゃないの？フックってこうじゃないの？こうやって打たないでしょ。フックはこうでしょ。これ普通だよね。その距離感分かってくる？寝れないんじゃなくて、稼ごうと思って。どうだろうね。俺は KO 勝利しか考えてないけど。ひねる？こう？こう？これ危なくない？だってガードをすり抜けるわけだから、こっちの方が面積狭いじゃん。空手はこうやってやってたけどね。ひねるの？こう？こうでしょ。あ、2年ぐらいかかるんだ。ありがとう、安次郎さん、ありがとう。ひねるの？おー、リカちゃんバカ10個ありがとう。嘘だ。こうでしょ。こうじゃないの？こう。え？こうだと思うけど。こうか？こうでしょ。だ、16音声こんなん横幅入らないよ、ガード。こうでしょ。違うの。正確に当たった瞬間に内にひげると、ああ、確かに揺れるだろうね。まあ、ジャブとかと一緒か。でも、コークスクルーブローとかって肘痛めない？危ないよな、これ。でも、ストレート綺麗になったよね、だいぶね。だいぶ綺麗なフォームになったと思う。さっきね、ずっと見てたの。今までのやつ。ストレートばっかりやってたからな。フック、いや、タイソンの見てるんだけど、タイソン、こうだったよ。タイソンの動画しか見てねえかんな。タイソン、こうじゃなかったよ。こうだった。なんだっけ、こう、ボディ入れて、バン、バンっていくんだよね。タイソンはこうだった。こうじゃなかったね。見てる見てる。まあまあ、こう打つ人もいるっていうの分かってるんだけど、俺こっちの方が絶対有効打狙いやすいと思ってて。まあ、教える人によるんだろうな。
やっぱタイソンの服見てみたらこうだね。うん。こうだね。うん。全部この位置だね。うん、ほら。うん。いろんなの見てるけど、フック系は手の甲相手に向けてる。これもそうだね。こっちは横にしてるね。これは多分、甲を向けてるか。多分これが一番しっくりくるんだよな。ガードの隙間縫うんだったらやっぱ横だと思うんだよね。これアッパーだけど。うん、この写真がまさに横だもんね。うん。すげえ体だな。麦で筋肉使う位置変わるから練習積み重ねていく前にドレさんに、多分そうだね、ドレさんに相談するよ。うん、どっちなんだろう、聞きゃよかったね。でも確かにこれ全部シャドウこれでやってたけどね。うん、そうだよね。若干変わるよね。うん。デンプシーロールっていうのは、その、ピーカブースタイルで、もともとジャック・デンプシーっていう小柄な選手が使ってた技なんですよ。おー、ケイトちゃん、花火ありがとう！花火ありがとう！来年もよろしくね、今年もありがとね。うん。その、小柄な選手で、で、パワーとスピード感は良かったんだけど、やっぱり不利じゃないですか。で、体をこうやって左右に振り始めて、で、その反動で、こう、バン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 、こう、フックの連打で押すんですよ。要はもう超パワー系。最初こう、こう、頭振って、まっすぐ、こう、避けて、バン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 ってこう、フックの連打ですね。で、これがデンプシーロールって言って、そのジャック・デンプシーっていう人が出して、で、そのでっかい選手をバタバタ倒していくんですよ。で、マイク・タイソンはこれの変化系ですね。要は、マイク・タイソンってこうやって頭常にこう振って、こう行ったりとか、こうフック入ったりとか、なんつうんだろう。縦回転、アッパー系とかを使いながら、もう全部を、その変則電子で攻めるみたいな。こういう。そうっすね。その一連の動作がデンプシーロールって呼ばれてる。もう、頭を振るっていう、こういうインファイトでこう振って、こう避けて入っていって、こう。うん。うん。まあ、タイソンのスタイル、デンプシーロールって呼ばれてないんですけど、あれはデンプシーロールのもう進化系ですね。完全に。デンプシーロールっていう技だったんだけど、タイソンはもう全部デンプシーで戦うみたいな。そうそうそう。シャドウやってんだよ、実は。左のボディ入ってフックっていう。もっと早くできるようになんないとね。佐々木さんいらっしゃい。タイソンは、その小柄な選手なんですよ。だから、その、ジャック・デンプシーは、その、こう、フックで、こう入っていくんですね。左右押して、その、なぎ倒していくっていう。でも、タイソンはどちらかっていうと、その、避けて、すごい、ウィービングがすごいんですよ。こう、
この振りから反動でこう持ってくっていうか、こういうフックが多いですね。下左みたいな。で、初めの一歩はこう、もう無限の下かっていうとこういう動きなんですよ。タイソンはこう動くんですけど、あの初めの一歩はこう万字を描きながらこう入っていって、ボディで左のガゼルパンチで飛んで、そこからデンプシーみたいな。やりますやります。一歩のはちょっとこういう動きですね、負けますね。はい、スポーツと喧嘩全然違うんで。髪の毛掴まれたら終わりなんで。あのバーンって蹴られたら終わりなんで、デンプシーロールは。あくまでボクシングの技術だから。でも攻防一体の必殺技っすね。でも下半身相当強くないとこれ打てないんですよ。要はデンプシーロールって前段フルスイングだから、その早くパン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 っていかないとダメだじゃないと、カウンター打たれるじゃないですか。だからその前段フルスイングしても次の稼働に行けるっていうか、そう反動で次行けないといけないから、足腰強くないと。前カード第一試合ですね、僕が注目してるのは。テルとクモンリュウがすごいタイプ似てるって前から思ってたんですよ。で実際テルとはやってるし、クモンリュウの動画見ててすごい似てるなと思ってたんで、この全く同じタイプが戦うとどうなるんだろうっていう。でテルの実力は知ってるんで、すげえ面白いですね僕にとっては。ちょっとテル苦戦しそうな感じがするんですよ僕の中で。チンピラに負けた時つか、チンピラと喧嘩しないですよ僕。圧倒的。まあでも第一試合見れないだろうな、アップしてるから体温めてないといけないから。第二試合多分ずっと控え室でシャドウ打ってる感じなんで。僕喧嘩嫌いです。セコンドは鮫島さんにぜひお願いしたいと思ってますけど、まだ確約はもらってないですね。2月の海に飛び込むんだったら、まあ、考えてやってもいいぞみたいな。鮫島さんとドレさんがいいんだけどね、俺の中では。
タバコ大好きっすね。ドレさんちょっと難しいっていうか、まあまあ絶対来ないだろな。いや、チームジョーズとは絡めないっすよ。あくまで、その鮫島さん、配信者の先輩として、お願いしたいと思ってるんで。仮面ね、今ね、作ってない。トラオさんいらっしゃい。お疲れっす。久しぶりだね。そうっすね。今回勝ったら、捨て頃は最後にしようと思ってるんで。もう勝ちしか考えてないんで、ラストバトルを考えてますね。自分の中では。これが最後の試合になるように考えてます。ペコペコ、そうそう、ぐずってるね、今ね。俺が喋って起きちゃったんだ、多分。一応カーテンね、つけるようにしたんだけど。ペコ。まあね、毎日毎日いろんなパターン覚えるから面白いんだよね。音楽が大好きでね。なんか、かっこいい音楽聴くとね、それを真似するんだよね。どうなんだろうね。まあまあ、相手はあんまりわかんないんで、自分のスタイル貫きますよ。フックの甲の向き調べたら使い分けるみたい。ロングフック、脳を揺らすなら和道の縦拳。意識をスパッと飛ばすなら裏拳。ああ、そうなんだ。俺はだから、そうだね、脳を揺らせっていうのと、隙間をつくっていうイメージだったから、そう、ガチンと入れて、その、隙間を縫うイメージだったから、こっちで覚えるわ。スパッと切る。要は、その、回転させて、さっき言ってたやつだね、もういいっすか。こう、顎を、こう、吹っ飛ばして、脳震盪を起こさせるって。俺、ダメージドーンって残そうと思ってるから。アクセデザインの専門学校とか職人の弟子になるとかしないでいきなりシルバーアートとかやれるんですか？一応今やってますね、僕は。ドレさん？あ、ドレさん勝ち逃げ。まあいいんじゃん。勝ったんだから。あんまり、勝負どんのっていうよりも、なんかもういいらしいよ。売名ができたからいいっていう。もう有名になったから。そういうのは過疎でやれって感じだっていつも言ってるよ。過疎同士でやれって。まあいろんな考え方があるわな。
楽勝 なんかこう、なんて言えばいいんだろうな。楽勝。なんかその、楽勝とかってなくて、その、毎回怖いんですよ、やっぱり。人と戦うって。スパーリングでもすごく怖いぐらいなんですね。で、前回はその、技術が云々よりも、その、自分のことを守るのに必死だったんですよ。だから攻める姿勢っていうのがなかったから、なんて言うんだろう。楽勝なんてものはそもそもないし、大げさかもしんないけど、リングで、その、いい大人が殺し合いをするわけじゃないですか。拳だけで。まあ死ぬことはないよ。グローブ柔らかいし、レフェリーいるし。でも結局喧嘩でしょ？男と男が。で、楽勝とかはないっすよ。多分。どんな相手でも怖いはずだし。だから今日も、久々夢見たんすよ。そのマウスピースがないって楽屋で慌ててる夢、久々に捨て頃の夢見て、怖かったっすよ。やっぱりまた恐怖心が戻ってきましたね。怖い、すごく。だから、どんな相手でも楽勝っていうのはないと思う、多分。子供でもないよ、多分。だ相手によって何かが変わるっていうのはないかもしれない。毎回怖いっすよ。ありがとう。うお、すごいね。はずきちゃん。ありがとう。バカ62個ありがとね。はずきちゃん、いつもありがとう。なんかでも、その、タイソンの動画見てて分かったのが、普通手でこう打っちゃうじゃないですか。こう。そうじゃなくてね。体をこう使うんですよね、タイソン。だから多分、この動きなんじゃないかと思ってる。全身使ってるんですよね。これをいかにコンパクトに早く的確に打てるようになるかが課題かなっていう。多分相手の方がリーチ長いから足使ってくるはずなんですよ。あ、これはね、もうドレさんにガードを絶対お前はあげろって。絶対ここから離すなっていう。そう。1個打ってる時は絶対添えてないとって。本当ね、もっとこう、肩でここ隠せって言われてんだよね、ベンノさんには。そしたら、顎のトラウマ ボロボロにされたもんね。あとアッパーだよな。細かいところでこう、うまく。そうそう、肩でこう、ガードするんだよね。こっちが。そう。そしたら打たれないっていう。多分、身長高いからこういう、軌道になるんだと思うけど、左アッパー、こんばんは。ツバメ返し。
タイソンの動画ばっかり見たら、もう他の選手の見るのやめた。もうタイソン。タイソンスタイルでいくから。やっぱね、せっかくやるんならね、好きな選手の 真似をしてやりたいじゃない？ねえ、なかなかない機会だから。ましてやもう、このスタイルは死んだスタイルだからね。やってる人いないでしょ。でも実はタイソンの動きは振り子運動なんだよね、やっぱり。うん。さっきドレさんと話したけど、付き合ってやるよって1ヶ月に1回ぐらいはって言ってもらえたから。大好きだね、マイク・タイソン。あと、初めの一歩って漫画が好きだから、やっぱり初めの一歩のモデルが、そのマイク・タイソンのね、新型デンプシーロールっていう技があるんだけど、あれマイク・タイソンのスタイルになるんだよ。縦回転もランダムに入れて、今まではこうバンバンバンってやってた旧式のデンプシーロールが、こう縦からランダムに行くっていう。あれはだからそれで世界取るっていう漫画だと思ってたんだけど、引退しちゃったよ、一歩が。負けちゃったんだよ。でもこのスタイルのあの危ないところってさ、その勘がいいカウンターパンチに当たっちゃうと、その反動つけてこうやって避けてるわけじゃん、そこにバチーンってぶつかるわけだから、自分でダメージ増幅するようなもんだからさ、本当に危ないんだよ。あれ引退でしょ。でもなんか鴨川会長とのやりとり、今週号感動したけどね。もう終わりでいいんじゃん、初めの一歩は。本当だよね。そう、もう子供の頃から読んでた漫画だから、俺が小学生の時もう40巻か50巻ぐらいだったかんね。マックのうち、マックのうち一歩対先導戦がすごい良かったんだよ。いや、ちょっと軽く触れたけど、うん、まあまあ俺ら配信者だからっつって、そういうなんか人間っぽいことやめようぜって言われた。アドルさん、お父さんの件なんだけどっつって、ご愁傷様じゃなくてね、お悔やみ申し上げますって言おうとしたんだけど、いや、そのドレさん、お父さんの件なんだけどっつったら、あ、やめようぜそういうのって、俺ら人間じゃねえからっつって。そう、俺らはピエロだからいいんだよっつって。あれはひどい終わり方になるよね。ね、王道の少年漫画なのにあんなバッドエンドでいいのかって思うもん。うん、そうそう、今日多分放送するって言ってたよ。うん、
放り投げはね、嫌だよね。でも、ボクシングルールなのは、ドラさんに言われたけど、ボクシングルールなんかお前超有利じゃんって言われたよ。お前パンチ力あるんだからって。なんか知んないけど、ドラさんも、辰彦も、結構他のリスナーさんも格闘技やってる人にパンチ褒められるんだよね。便所さんにも褒められたんだよ。ワドお前重たいよ、つって。結構なんかハードパンチャーっぽいよ。他の人のパンチと比べたことないからわかんないけど。ゲームセンターって何キロだったかな？ 100、 それでも170キロぐらいしか出なかったけどね。なんかパンチ重いらしいよ、俺。辰彦出る？第4試合。俺寝たい時に寝て起きたい時に起きてるね。最近疲れてよく寝てたけど。俺は寝たい時に寝て起きたい時に起きてる。全身ライブパンチですげえ数値出るから。あ、普通のやり方。で、170。マックスね。165とかかな、平均すると。チームどれやるんじゃないの？まあ本人が出ないから。あと、辰彦もね、なんか喧嘩してるでしょ、ドレさんと。どうなるのかわかんないよね。できれば俺はマンツーでやりたいんだけどね、ドレさんと。あんまりごちゃごちゃしてるね、好きじゃないから。俺はドレさんとマンツーでやりたい。いや、っていうか、練習会にはじゃないよ。捨て頃に必要なカードだったんだよ、本当は。ノルさんが、なんか、ピュアミンだから分かってないんだよ、あれ。フリなんだからさ、みんなが出るな、出るなとかさ、生意気だとかさ、あれ、一番の注目カードになってメインマッチになれたのにさ、ノルさんが放送、最近、その大手に急になったから、フリが分かんなかったんだよ。みんながお膳立てしてた状態なのにさ、嘘だろって。まさかの結賀さんポジションに移行するの？と思って。俺はびっくりしたよね。そっちじゃないよ、ドレさんっていう。あなたメインマッチ張るようにみんなさ、お膳立てしてるのにさ。ヒールは嫌なんだね、多分ね。いや、メインだったでしょ。だから、なんだ。あの人でしょ。第9試合のあの人でしょ。なんだっけ。めちゃめちゃムキムキの人。あの人とやる予定だったんだと思うよ、多分。メインカードでしょ、どう考えても。なんだっけ、何さんだっけ。あ、ニコ生の、でっかい人。なんつったっけな。なんだっけ、名前出てこねえや。セイジさんとやる人。
ファンタジスタさん。いや、だからファンタジスタさんは、これ完全にドルさん用のカードでしょ。だから、セイジさんっていう人、死ぬぞ、これ、多分。本当に。本当に死ぬと思うよ。めちゃくちゃなカードでしょ。だから、まあ、ファンタジスタさんとドルさんだったんだろうね。だって、ベンドさん言ってたもん。とっておきのカード用意してるって。今だから言うけど。ファンタジスタさんっていうニコ生の人なんだけど、もうこれ完全にドレさん用だと思うよ。マッチメイク。体見るとわかるよ。この人。もうこれ完全にドレさん用でしょ。だって総合ルールで80キロ以上だよ。明らかにドレさんに対するカードだと思うんだよね。いや、ワンパンどころじゃないでしょ。これ危ないよ、本当に。漂うバーター感 漂うバーター感がすごい。ねえ。俺はテルとクモンリュウの試合が一番面白そうだなと思ってるけど。楽しみなカードだね。まあ見れないけど。残念だけどね。まあテルには勝ってほしいかな。複雑な気分だよね。別にクモンリュウ全然大好きだけど、あの子ねえ、テルに負けてるから、テルが負けたらね、なんか俺もクモンリュウに負けたみたいな感じになるから、複雑だよね。テルチャンピンね、ちょっと本気でトレーニングしないとまずいだろうね。でも、もともと運動神経いいから、やったら分かんないと思うよ。よう挑んで蓋開けたら分かんないとは思う。ちゃんと半年間やり込んだら。フットサルとかも異常な、やっぱスタミナだからさ、フットサルさ、90分間ぐらい走り回れる体力あんのにさ、よくあそこまでスタミナ削ったよね、俺ね。ごめん、自画自賛でごめん。でも結構ね、よくあそこまで体力削れたよね、テルの。格闘技の消耗の仕方とさ、そのサッカーとかと違うよね。カズ軍、そう、いや、みやびさん、毎回さ、なんでこんな強い人とばっかりやらされるんだろうって。まあ経験者だからなんだろうけど。みやびさん、ほんと毎回強いやつでやらされてかわいそうだなって思うもカズ軍曹とほら、みやびさん、俺手合わせしてるから、実力わかってるから。いやー、テルは練習しないとまずいと思うよ。今回ほら、前回は俺が相手だったからなんとかなったけど、ねえ、クモンリーやってるから、怪我するよ、本当に。しかも、グローブ小さいからね、軽量級だから。俺らは16オンスだけど。ちょっと厳しいよな。
テルはするって言ってたよ。さすがに分かってるっしょ。言ってた。やるって。今回は。でもね、結構前回言ってたんだけど、あ、やればよかったって言ってたよ。すげえ面白いわ、つって。レベル高い試合誰になるんだろうな。一番レベル高い試合誰だろう。ああ、達彦か。うん。達彦がいるじゃん。まあまあ、達彦は大丈夫だと思うけどね。ただ、足の怪我の感知がね、ちょっと気になるところだけど。まあ、スタンディングでキックボクシングだから勝つでしょ、達彦は。問題は自分だよ。正直みんなはさ、直樹兄さんと和道だったらどっちが勝つと思ってんの？お膳立て抜きにして。前評判どれくらい？半年前の。今の前評判教えて。みんな書いて、どっちが勝つか。まさかの達彦はワンパン負けなら草生える。いやー、草生えるでしょ。大草原でしょ。わらわらわらでしょ、うんうん、即決ワード。ほうほうほう。今回期待値高いのかな。俺は和道くんと合ってるからな。和道くん勝つよ。ああ、ありがとう佐竹さん。うん、でもまあ五分五分ぐらいだと思うんだよな。まあね、前回やってたっていうのが結構強みになってるよね。うん、あぶねえ。今回はちょい有利だとは思うね。まあでもね、半年間みっちりやったらすぐ埋まる差だから、気合い入れたかないと。わかった。頑張るね。佐竹さん、ありがとう。うん、佐竹さんすげえいい人だったからな。直樹兄さんのことあんまり俺が知らないからさ、何とも言えないんだよね。何とも言えない。結構ね、なんかね、うん、ダイエットで、うん、なんか走り込んだりとかは前からしてた、うん、え、何、腹筋とか割れてるって本当なの？バッキバキなの？え、それは今わかんないけど、うん、ぽちゃってた。なんか結構いいがたいしてるよね、うん、ねえ、うん、腕っぷし強そうだよね、うん、あの性格的に振るわないだけでさ。そう、え、性格的にはそのプレッシャー強い方の、うん、勝負強いっていうかさ、そういうタイプじゃない、タイプじゃない、コツコツ真面目なタイプだ。そう、俺と一緒だな。俺とクリソツだな、うん、そうか。のんちゃんが直樹兄さんのリスナーだったんだよ。雑談配信者を見始めたきっかけが直樹兄さんだった。もともとゲーム配信ばっかり見てたのに。プレッシャーには弱いんだ。のんちゃんからすると夢のカードだよね。多分ガタイは向こうの方がいいと思うよ。身長高いから体重も乗っかりやすいでしょ。俺今回その体重よりも体仕上げることにその目標にするね。今回は足だね。足動けるように。フットワークだね。そうだね。ドルさんにもさっき言われた。で、あの毎日のんちゃんに協力してもらえって言われたの、うん、ドルさんに1時間くらいアドバイスもらって、さっき
で、前やったさ、のんちゃんにグローブつけさせてさ、こう手をこうやって出すの覚えてる？あれで俺がウィービングっていうのやるから、パリングと。もうそれをひたすら、1日10分ぐらいのんちゃん協力して。うん。れを毎日やってれば、その、いいって。ウィービング。走るのは自分でやるから。でも俺の場合いいよな。その、不器用だからさ、アウトボクシングは鼻からないじゃん。絶対華麗にさ、その、舞うようなさ、その、綺麗なボクシングできないじゃん。そこは、なんか、自分で割り切れるからいいなと思って。もう前に出るしかないかんね。瞬発力うん。瞬発力？何の話？うん。うん。そうだね。全身のバネだって。で、土台がつければ、その、いけるって言われたから、体ができてないって。手打ちのパンチになってんだって。うん。うん、体力あるんだ。まあでも、4分間だから、前回3分3ラウンド9分間だったでしょ。でも今回4分間なんだよ。中2分だし、2分2分だから、多分全力でいけると思う。アド君、下から出る角度のパンチが多い。ジャブ、ストレートと左ボディ。ジャブ、ストレート、ワンツーは綺麗だって言われますよ、僕。でもね、ドレさんに言われた。ワドはフックだって。フックを覚えさせるって。ストレートは前回やったけど、綺麗になったけど、実はステパンチなんだって。ストレートで KO なんかほとんどないよっつって。だからフェイントの技であったり、距離測ったりとかいう技だから、今回は徹底的にフック系が強いんだって。ドレさんの見立てだと。だからフックにめちゃめちゃ磨き上げる。ていうか、ストレートワンツーしかやらなかったんだよね、俺。だからアッパーの打ち方とさ、そのフックの打ち方わかんないんだよね、いまだに。あ、棒でもいいんだよ。うん。要は俺がこの頭振る練習だから、避ける練習だから。棒でも全然大丈夫、のんちゃんはこうやって。ピンポン玉でもいいしね。でもね、やっぱりね、人間の腕が一番いいんだよ。その、胴体があって、その、動きがあるから。左ボディ、左フックが鍵だと思ってますね、僕は。パンパン。もうタイソンの必勝パターン。パンパンパンですね。で、この、パンパン。この、ダン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 。これをタンタンってこう早くできるようになれば、負けないかなっていう。左ボディ、左フック、右。もしくは、右ボディ、右フックとか、その、体格コンビネーションじゃなくて、タイソンがよくやるこの動き。ドレさんのしごきはきついよ。左フックのボディ左。タイソンが上体反らしながらいけるから、アッパー気味に入るんだよね。スマッシュ気味というか。体力減りが半端じゃない、これ。超走り込みだな。体脂肪あんまり気にしないかな。うん。なんかその、
ほら、体重制限とかないから別に。で、空手家とかだと脂肪をうっすら乗っけるんですよ。ちょっとムチッとさせる。まあ、動ければ何でもいいかなと思って。あんまり気にしてないっすね、体脂肪は。むしろちょっとポチャッとしててもいいと思って、動ければ。それよりインナーマッスルとか使える筋肉とか足腰とかも徹底的に、まあ走ってたら痩せるっしょ、多分。とは思ってるけど。まあ不安が多いな。多分毎日また寝れなくなるんだろうな。イラ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 したりとか。辛いぜ。どれさんぐらいで俺が前髪になるか、これくらいか。うん、結構高いな。結構高いぞ。でもまあ下からいけるから有利っちゃ有利だな。今回 KO でいく。ポチャポチャでタイソンの、タイソンはね、肩がもうこんなだからかっこいいんだよ。こうぼっくりいくじゃん。だからああいう風にはならないよ。そんな半年でそんな体変わるわけない。だからね、あれはタイソンだからできたスタイルなんだよね。肩でもブロックしてるようなもんじゃん。肩と腕で。確かに デブのデンプシーロールって嫌だよね。 ちょっと笑えるよね。まあまあ、あんまり気にせずやる。でも、そのボクサー体型のデンプシーロールって多分あんまりだと思うよ。まあ、どうなるかな。でもなんか嬉しいわ、結構。期待してくれてるリスナーが多くて。前回負けたからもう干されたかなと思ってたけど。今度はって言ってくれるからね。もうこれでラストにするよ、本当に。もう、春うららって呼ばれちゃうからね。もう本当にこれっきりにする。もう無理。まあね、2分2ラウンドでもう KO しなさいって言ってるような戦い方だよね。KO しか許さねえよって考え、戦い方だよな。初っ端トップギアでいいんじゃないの？初っ端トップギアで。
用意どんだよ、用意どん。いや、いや、ないよ。優しさとかそんな余裕ない、ない、ない、ない。ないよ。ないよ。実際そんなことあった？見せてないよ、一回も。結構やりすぎって怒られてるぐらいの。スパーリングとかも、もっと抜け、もっと抜けって怒られてるぐらいだよ。優しさなんか見せるのは実力者の特権だよ。余裕があるからだよ。技術に手加減できるってことだ。そんな余裕ないよ俺には。そんな余裕はありません。うん、そういうのは余裕がある人がやってる。でも意外だったのがフィットネス行けって言われたのが意外だった。本格的なジム行かないでフィットネスの方行けって言われた。ドルさんに半年間でそのプロのところに連れ行かれても、あの辺でサンドバッグ叩いてなって言われるだけだよって。いや、プロの邪魔しないでねって言われるだけだからって。だったらその基礎のミットとか持ってくれるフィットネスの方、初心者向けの方がいいって言われて意外だったね。うん、ぶっちゃけた話、その技術、プロの技術なんか半年で盗めるわけないから、もう走るのと基礎を覚えるのに徹してやった方が絶対いいぞって。
負けた時のね、あんな感じはもう嫌だな。勝つ喜び知らねえかんな。なんか楽しそうだったもん、勝った方。楽屋おつやだったよ。金梅さんが負けて、俺が負けて、次みやびくんが負けて。なんか4連敗か5連敗ぐらいしたんだよね。で、次、誰が負けたんだっけ、さとみさんが負けて。で、ナーボーが勝って、急に明るくなったんだよね。ほんと、お葬式だったかな。楽屋がひどかったもん。4連敗。向こう側なんか楽しそうに話してるし。悔しいよな。そうだね。多分俺テルと同じ楽屋になりそうな気がするから。ナーボは総合でしょう今回。柔道めちゃめちゃすごかったからね。一本背負い決めたからね。瞬間的な歓声の凄さで言ったらナーボーが一番すごかったもんね。楽屋で聞いててドッカーンって、何が起こったのみたいな。すごかったよナーボー。会場ダーンって、うわーってドーンだね。本当にドーンっていう音がした。歓声で、はい、これ決めたろっつって、うん、誰誰どっちみたいな。ナーボーみたいな。一本だよ、うん、あ、相手ストライカーなんだ。あ、苦戦するかもね。相手ストライカーか。ゲーム配信者はなかったっけ。なるほど。まあでも柔術強いから大丈夫だと思うよ。柔術は結構強いから。ストライカーなんだ。あの総合格闘技だと、あのグラップリングっつって、組む方、組んで倒す人っているじゃん、こう三角締めとか、あれをグラップラーっていうのね。で、打撃で倒す人いるじゃん、総合なのに。それをストライカーっていうの。そうそう、ストライカーとグラップラーっていう。うん、だからナーボーは完全にグラップラーなんだよね。グラップリング、ねえ、完全な異種格闘技になるんだ。ナーボーはレインさんっていう人だ。今日ライジンっていうのがあんの。総合見ないかんな。堀口って人、日本人は歴代選手最強、パウンド・フォー・パウンドって言われてる。へえ、そんな強い人いるんだ。歴代選手最強。え、それは日本人の中でパウンド・フォー・パウンドってこと？世界でってこと？そんな強い人いるの、日本人で。パウンド・フォー・パウンドって全階級最強って意味だよね、確か。そうだよね、全階級最強って意味だよね。パウンド・フォー・パウンド、総合日本人の中で最強。はあ、いや、日本人のあまたの選手の中から現段階で全階級最強なんだ。はあ、総合苦手なんだよな。
今日もね、キッドの試合見たの。でもね、やっぱりね、組み付きは苦手だな。喧嘩に見えちゃうんだよね。どうしても、なんかこれ喧嘩じゃねえのかみたいな。柔道と違ってさ、落ちとこないからさ、大変そうだよね。だからもうあれでしょ、がっちりホールドしてとかタックルだよね。でもさ、このツイッターの面白いところって、客がどれくらい興味があるか、いいねボタンでわかるじゃん。で、テルが74いいねなの。だから期待値高いのよ。で、俺が62いいねなのね。で、まあまあじゃん。まあ、このテルの試合よりは期待されてないと。で、次、みやびくん54なのよ。カズ軍曹。で、達彦が83だから期待値一番高いのね。わかりやすいよね。で、リナネコとモモナナは57。で、カリスマさんが54。で、ファンタジスタが46。で、ヒカルくん65。ナーボーが133。やっぱ期待値高いね。で、ベンジョさんが一番低いっていうね。45っていう。主催のメインイベントスペシャルマッチなのに、一番期待値が低いっていう。なんだそれっていう。ちょっと面白いよね。で、石川紀之がね111だからね。石川紀之のトーク見たいだけなんじゃないかこれっていう。ちょっと面白い。まあまあ結構俺の試合期待されてるんだなっていうのが分かるよね。3番手ぐらいか。さすがに重量級では勝てない。まあでも才能ある人なら調整すればいけんじゃないの。パウンド4パウンドって言われてるぐらいなら。わかんないよね。わかんないね。のんちゃん、今回どのチケット買うの？前はね、近くてね、見えづらかったって。ひな壇でもあそこ見えると思うよ。多分ね、ひな壇の方が見えやすい。多分そうだよね、上の方からね。ひな壇良かったもんね。確かに一般席多分見づらいよね、あそこ。5000円の席がね、一番見やすい。ただ選手と触れ合えないけどね。おお、ハピネスワード2。ギャーギャー騒いでても聞こえないから、あれが。まあでもイベントってそういうもんだよ。まあでもあれは生で見ないと興奮はできないよね。ね、のんちゃんはどんな感じで見てたの？ずっとそれ騒いでた。嘘。いけいけってやってたの？どう打てる打てるとか。あ、そうなんだ。黙っておとなしく見てるかと思った。ヒャッハーしてたんだ。そう。いけ。のんちゃん好きだもんね、騒ぐのね。おお、謎の女さん、メガホンありがとう。この中で500円のステッカー買ってくれる人います？もしあのステッカー買ってくれる人いたら、これグローブ代とかになるんで、
LINE か DM にください。送料200円で1枚500円で売ってます。あとね、残り170枚ぐらい、これ限定品なんで、ここにあるだけなんで、ぜひ皆さんお買い求めください。はい、和骨200枚限定でもう30枚ぐらい売れた。買ってくれんの謎の女、マジで。あ、じゃあ LINE か DM ください。よろしくお願いします。支援してくれる人。あと、もしよかったらこっち側も、こっちはね1枚1000円で売ってるんですけど、和道ステッカー2種類あるんで、もしよかったら買ってください。これが1枚1000円、こっちが1枚500円です。よろしくお願いします。送料プラス200円。ありがとう謎の女さん。お店、あ、そっか、お店やってんだ。そうだそうだ、貼って貼って。飲み屋、お店って何屋さんやってんの謎の女さん。この辺だろうな、多分。福地ずれーな。ここら辺だったらいいんだけどね。うん、この辺だもんな。アッパーはね、その難しいんだよ。一番難しいパンチなの。うん、で、多分俺、ドレさんに言われたのが多分フック系だと思うって言われた。アッパーは多分ね、無理だと思う。なんか得意なパンチがあるんだって。アバーやってるんだ。関西行ったら行くよ。顔出すよ。なんか、その、ストレートが得意な人、フックが得意な人、アッパーが得意な人っているんだって、やっぱ。で、そのドレさんの見立てだとフックだって言ってた、和道は。だからそのフックで仕留めるコンビネーションとか、フックを強く打つコツをその半年間で覚えさせるって。ショートアッパーは打てるよ。うん、こうガチってここにあったら、こうバーンってここにこう下から突き上げちゃえばいいから、それはできるんだけど、相手がそのドレさんみたいにこう引いてる時ってこういうアッパーになるじゃん、その漫画みたいな。これってすごい難しいのよ。そうだったらロングフックで行った方がいいと思う、俺は。うん。昇竜拳。昇竜拳難しいよ。だったら、フック気味スマッシュ打っちゃえばいいんじゃん。うん。うん。やっぱ無理だな。まあ、覚えるけど、その、多分フック系のパンチになると思う。ショートアッパーだろうね。こうショートアップ、こうボギーとかにもこうボーンって、でもカエルパンチね、世界チャンピオンが使ってるぐらいだからね、もう下手したらアッパーよりカエルパンチ使っちゃえばいいんじゃん。あれ結構いいらしいよ、バネでいくから。当たったら絶対倒れるでしょ。外した時は恐ろしいけどね。敵を騙すには味方から、本番はバリバリのアウトボクシング。ああ、フリッカーでもう全然フリッカーでもう走り回るんでしょ。華麗なボクシングでしょ。嘘だろっていうね。あんだけデンプシーって言ってたのにっつって、もしくはサウスポーのフリッカーとかで、ね、嘘だろって、ね、それはさすがに俺も笑うわ。あんだけデンプシーの練習してる、こいつ全然違うスタイル、デトロイトスタイルで行ったわっつってね。いや、大丈夫だよ。うん。キックボクシングだよ。俺ボクシングルールに変わった今回。来月からジム行くよ。俺ボクシングルール。キックじゃない。
ドレさんがフリッカーだからね、うん、フリッカーやりづら。なんでこっからパンチ出そうとするんだろうね。すげえやりづらいけど、デトロイトスタイル。なんなんだろう、すっげえやりづれえデトロイトスタイル。なんなんだろうこれ。俺は今回ボクシング、へえ、サーシャ・パクティン。だ、相手がフリッカーでちょっと来たら嫌だよね。下からパンチが出てくるから。俺が身長低いからさ。メガホンありがとう。まあ、パリングはしやすいのか、打ち払いやすいか。まあ関係ないよね、ビタビタにインファイトする気満々なんだから。でもインファイターって攻略できないじゃん。ぶっちゃけた話、半年で技術覚えらんないでしょ。今日はね、捨て頃の話。要は足使って逃げるか、ジャブで牽制するかって話でしょ。わかんない、相手がインファイト仕掛けてきてバッチバチに殴り合うかもしれないし。それは一番客は喜ぶんじゃない、出る出る。2回戦ハピネスさん、メガホンありがとう。ありがとうございます。リングネームパワースポット。よく知ってるね。古いね。あのね、バー歩みを知ってる人はいるけど、パワースポットをね、出してくるとは思わなかったから、ちょっと嬉しいな。ワロスさん、ありがとうね。古い人だね。ありがとう。嬉しいよ。パワースポットはなかなか出てこないよ。ねえ、なんだかんだ2ヶ月もやんなかったからね。1ヶ月半ぐらいしかやんなかったからね、あそこね。難しいわ。一番最初にやった赤坂のバーだね。うん、心臓騙してないよ全然。そういうこと言わないの。うん、あの騙せるほどリスナーさんはその甘くないよ。そんな何年やってると思ってんだよ。むしろ腹割って話してる方だわ俺なんか。隠し事なんか全然してないでしょ。新規騙すなんてそんなつもりないよ。まず最近なんか新規の人を取り入れようという気がないもん。ぶっちゃけパワースポットって場所が一番最初。そう、うん、赤坂ね。そう、力屋さんが一日店長やってくれた。難しいな。その前もあるんだよ。赤坂のパワースポットはここね。これがバー配信。多分ね、配信始めてどれくらいかな。でも結構経ってたよ。ここね。オレンジ色のところ。懐かしくない？うん、ここここ。結構広い箱だったんだよね、赤坂の。ここがスタートかな。
バー配信の一発目ね。そう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 、あのなんだっけあれ歌ってたの、あのなんつったっけ、なんだっけ忘れちゃったよ。で多分ね2回目のところがみんなが知ってるところだよね、ここね。ここはもう見覚えあるでしょ。うん、でここしばらくやって、でその後歩みだね。その後歩み、うん、多分配信に映してたのはこの店舗、3つの店舗だけかな、うん、配信の許可取ってたのは、うん、次がバー歩みか。でね、もう一店舗ね、実はね、六本木でやらないかっていう話出てたんだよ。それがね、このお店。これ話なくなっちゃったんだけど、ここのお店やりたかったんだよね。すごい綺麗な。あの、ここの方にね、あの、あれがあるの。プライベートルームがあって、ここちょっとやらないって話も出てたんだよね。六本木で。居抜きの物件で。ここはでも良かったけど、客層で六本木かと思って、ここはちょっとダメだなと思って、採算取れないなと思って、一人で回せる箱じゃないから、ちょっとここは諦めた。うん。良かったんだよな。すげえ綺麗で、やりたい店ではあったんだけど、ここね、カウンターいい感じでしょ？で、ここにプライベートルームがあってね。振り返って、いや、どの時期も楽しかったよ。どの時期も楽しかった。うん。あ、NG ワードでーす、うん、懐かしいな。で、ここが多分みんなが知ってる。ライブハウスはもう19の時だからね、楽しかったよ。ここは多分みんなが知ってるカウンターだけのバーユミって店だね。そうそう。ここが一番やりやすかったかな。7席しかなかったから。うん。ここ一番やりやすかったな。回しやすい一人で、うん。こんな感じで客席もう7席しかないの、カウンターのお店で。こういう店だったらね、またやりたいけど。うん、ごめん、あの次しつこかったら NG 入れちゃいますね、申し訳ないけど。
フォローしてねえじゃん。ポンプか。ブロックです。ブロック。振り返ってどの時期だろうな。でもなんかもう放送始めたこと自体がさ、なんつうんだろう、もう毎日毎日一生懸命やってたから、去年のことみたいな感じなんだよな、自分の中では。だからね、なんかどの時期がっていうよりも、もうバーって駆け抜けてやってきた感覚だから。だからもう配信始めたのが、それでももう5年目だもんな。結構経つよな。今が一番楽しいね。瞬間瞬間。毎日毎日やりたいことやってるから。本当にそういう感覚。なんか強がって言ってるわけじゃなくて。どん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 良くなってってるから。あ、孔明さんね、最近連絡取ってないな、そういえば。あ、まあでもね、孔明さんとはもう多分一生のつながりになると思うから、2、3年こう離れて、またがっつり組んでみたいな。あの人ほらビジネスマンだから、ビジネスモードの俺が好きなのよ。だから配信者の俺ってあんまりその好きじゃないのね、孔明さんは。だから、まあまあ、今タイミングじゃないんで、あの人ビジネスマンで、もう取り巻きすごい人ばっかりだから、周りにいる人。今俺がその役に立てない。だからまあタイミング縁があるよ、あの人は。孔明さんもすごいよね。一回死にかけてるんだぜ。ICU だっけ？ 3 週間入ってんだよ、意識不明で。よくあそこまで回復したよな。もう1年ぐらい会ってない？そういえば。何やってんだろう。まあ Facebook 見てみようかな。最近絡みないね。3週間、本当に、交通事故で、クラッシュして。でも本当に、障害者み、まあ、今でも障害残ってんだけど、ね、普通に喋れるからね、今。全盛期の頃の頭の回転、本当にやばかったけど、ね、今、全然普通に、1割ぐらいちょっとやっぱおかしいなっていう部分あるけど、もう事故から回復した1年目ぐらいとか、もう、やばかったよ。完全な知的障害者状態だったから、記憶が飛んじゃうのよ、喋ってて。ああ、もう元に戻んないなと思ったけど、人間ってすげえよな。脳って元に戻るんだとか思って。だから、あれだってよ、もう輪廻転生したらしいよ。なんかあの世から、宇宙の創生から、輪廻、ぐる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 いろんなの見てきたよって言ってたよ。すごいらしいよ。世の中のからくり分かったって言ってたもん。本当に顔面ぐっちゃぐちゃになったかんね。もういくつの時だろう。23かな？ 23 の時に出会ったから、もう9年か。あの人とはもう縁が切れるっていうことはないから。どっかしらタイミングがあったら絶対つながる人だからさ、孔明さんは。まあなんか楽しいのが見つかってるんでしょ。あの人はすごいよ。もともと23で出会って、俺がフリーペーパーやってた頃、取引先でかぶったのよ。向こうも営業でこっちも営業で。で、ずぶ濡れでさ、自転車でフリーペーパー配ってたから、君何やってんの？つって。あ、フリーペーパーやってます。つって。次の日事務所に来てっつって、
そっからもう使っていいよって、自宅オフィスなんかダメだよっつって、全部パソコンからないから全部自由に使ってって。でそっから3ヶ月間ぐらいもう泊まり込みで仕事を教えてもらいながら、でそこでポータルサイトのノウハウとかそのデザイナーさんとかつないでもらって、コストかかるからウェブに切り替えようよってなって、面白かったな。でね、孔明さんが東京に出るってなって、で俺が事務所引き払うけどどうするみたいな、あじゃあ家賃僕払うんでっつって、そっから千葉でしばらくやって会社を、いやすごい出会いなんだよ本当に、うん、もうその俺ある程度まで会社うまくいったからっつって、あーとんでもない、くもんつぶさんありがとうございます、うん、あのいや運命的な出会いだったよ。であの時にその千葉スタイルって言ってるけどポータルサイト作って、うん、だから千葉スタイルで孔明さん出てくるんだよ実は、最初の頃の動画は、でもねあの頃言ってたその孔明さん、まだ事故る前なんだけど、何があってもこの動画は消したらダメだよって言ってたの今でも覚えてる。この動画はその成功するか失敗するか分かんないけど一生残るからって、君がやって一生懸命やってきた記録だから絶対消しちゃダメだよって。で今ねパスワード分かんなくなって消せなくなってるだけなんだけど、未だにねその数年前23ぐらいの頃の記録が残ってるっていうのはなんか感慨深いよな。だなんかその頃からやっぱ動画のコンテンツやってるってことは配信やる運命だったんだろうな。うん、やっぱ映像やりたかったんだなっていう、繋がってないようで繋がってるなって思うもん本当に。なんか人間ってその遠回りしてるんだけどね、結局ねその落ち着くところに落ち着くっていうか、やりたいものやるしかないんだよね結局ね。だからまあその会社の経営者ではなくなっちゃったけど、なんかもう絆はある人だね正直。なんかその10年会わなくても全然もうずっとその絆は切れない人だっていうの分かってるから、お互いに別に心配がない、うん、本当につながってる人だから、なんかお互い会ったら絶対出会うし、またそういう人っているんだよ、うんうん、でもねやっぱりね実力がある程度お互いっていうかその先輩方がすごい人ばっかりだったから、その俺の実力がまだ追いついてなかったから、生活保護だったから、だからなんかこうもう少し有名になってさ、なんかこう力つけてそれこそ捨て頃とか頑張ってなんかこう徐々に有名になっていって、なんか応援できなんかでその呼ばれたいよね、お役に立てる状態でさ、ちょっと協力してよみたいな、仕事でイメージねモデルやってよとかさ、うん、そういうなんかいいつながり方がしたいかなね。何人もいるよそういう人、うん、やっぱり変なつながり方しちゃったらダメだからね、うん、なんかすごいいろんなものを学んだよ孔明さんから。そうそうそう、だからもっと志高くしないとダメだよって、そう誰でもできる仕事をやっちゃダメだよとか、ビジネスワードっていうか、まあ俺いつも言ってんだけど、そのビジネスマンとしてはダメだと思ってて、そのやりたいことを毎回結構向き合うのよ毎日毎日で、そのビジネスマンがやりたいことじゃないなっていうのにも完全に気づいてるから、うん、ビジネスをやるっていうんじゃなくて遊びを極めたいんだよね俺は、うん、だからまあビジネスを何かやるっていうことはないだろうね、うん、だけどまあ力はつけてそういう人たちにお役に立つような方法はあると思ってんの俺が有名になったら、そういう形でなんかね恩返ししていきたいなと思ってる。
もうね、頭がいいレベルじゃないのよ、本当に、ビジネスマンって。もう本当ね、もっと言うなら、そのビジネスってもう、要はね、化かし合いでもあるのよ。駆け引き、取引。そのサインの一つでもう全部が決まっちゃう世界なの。向いてない。要はね、その腹割って本気でその信頼できる人とかだったらいいんだけど、その騙し合い、化かし合いの世界だから、もう嫌になるんだよ。向いてないの、そういう駆け引きが。わかるでしょ、それは。なんとなく。だったら個人の力で稼ぐ。要は、まあ、一個の例えだけど、年商1億で従業員抱えて自分の収入1000万だったら、もう個人の力だけで1000万稼げてるの、イコールじゃんと思っちゃってんの、俺は。だから、その年収1億でも、普通の会社だったら、ね、20億とか稼がないといけないわけじゃん。そういうことを今考えてるかな。もう個人の力でどこまでいけるのかっていう。俺が結構ワンワンなところあるからさ。だったらその信頼できるさ、ほら、パートナーの人と組んでやってった方が気が楽なのよ。気がめいっちゃうし、発狂するまで追い込まれたこと何回もあるから、向いてない。我が道を行きますよ。やっぱりそのワクワクすることとか楽しめるのが一番いいんだよね。そう、好きこそものの上手なれでさ、何かにやりたいこと、ワクワクすることを追求してた方がね、いいんだよ。周りの人にもいい影響を与えるし、いやいややってたらダメなんだよね。まあそういうものを見つけるのが人生だと俺は思ってるかな。がっつり稼いで個人でなんかこう、お店とか持ちたいなとは思うけど、オーナーでね。まあでも、40代とかでいいんだよ。今配信に没頭していい時期だと思う。配信とか YouTube とか、こういう捨て頃とか。やりたいことやりまくろうと思ってるから、30代は。
そろそろ寝ようかな。年末年始によって、いやいや、酒でも飲んで鍋でもつつきながら年みんなと越すんだよ毎年変わらねえよ。ここで鍋広げて、のんちゃんここに座って酔っ払いながらハッピーニューイヤーっつって花火よこせっつって終わりだよそれが俺の年始だよ。いやいやっつって花火くださいっつって お年玉くださいっつって古事記なんだから、それ以外ないでしょ。成田さんなんか行かないよ、地元のやつらばっかりなんだから思いっきり地元だよ成田さん。行くわけねえだろうがよ。何生きてたのって言われちゃうよ。もう成田の恥って呼ばれてんだから。どうせ昔からそう呼ばれてんだからだってみんな子供とかいいんだろう。どうせ子供いたりなんか普通に勤めてんだら価値観が合うはずねえじゃん。な、家族と会ってすれ違ってみろよ。もう嫌だよ、成田なんか行かねえよ、絶対嫌だね、行くなら川崎大使とか行くよまあ子供、家は買ってないんじゃねえかな。家、まあ、まあローン組んでるか。32だもんな、そろそろ家でもって感じだろうな、みんな仕事やってるよ、どうせ空港で働いてんだよ。空港貨物で空港貨物か物流しかねえんだから、どっかでピッキングとかのなんか管理とかやってんでしょ。派遣使ってリスト渡して頑張ろうねっつって、LS なんとかって何？LS なんとかってあなたが言い始めたんで僕はわからないです大丈夫この人俺わかんない。あなた犬尾さんが LS なんとかで乗り切れって書いたんでしょ。酔っ払いか、酔っ払いかこの人。何言ってるか全然わかんないな。ごめん、俺酔っ払い嫌いなんだ。
まあまあ食えてるぐらい まあ食えてるぐらいは、アルパカさんいらっしゃい。なんとか食えてます。じゃあそろそろ放送終わりにします。皆さんありがとうございました。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。